ほど決定のを聞いたら、指定席が全て完売しました。これは内芝選手が見に来てくれた時よりも今お客さんが多い。一人にこのルール、このプロレスを応援してきて、大学の方の、そして選手の、ついてきてくれた選手の、たくさんの方、すべての人の結果だと思います。それ以上のものは、それ以外のものはない、それ以外のものはないと思っています。それに、プロレスラーが応える、その上につける手締めっていうのは、もう試合じゃないと思います。今日はもう、選手に、たくさんお客さんが来て、もちろん、いいパフォーマンス、自分のアピールしたことがたくさんあると思いますから、とにかく思いっきりやってくれる、それだけ伝えます。自分自身も今日この日迎えるにあたって、いつも一生懸命練習はしますが、気付けば蹴れる、これも気付けば、そういうプロレスができる練習を続けていきます。全てはこのリングの上、試合が結果だと思います。一生懸命頑張るのは当たり前の話ですが、それでもあの人一生懸命頑張る。本日は最後までゆっくり、そして激しく、時に楽しく向かっていただければと思います。どうもありがとうございました。見せてもらいにここまでした。頑張れ。